ってるっすよ。はい、怖いけどちょっと、はい、もうちょっとね、花火をね普通にちょっとやります。これさ、うん、最近なかなか2人で遊ぶみたいなのってないか。確かにね、これ花火を2人でやるってなかなか、ね、まあなんか打ち上げ花火を逆にしてやるっていうのをね、それだけじゃなんかせっかく夏だから、そう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 、で花火もねできる人いなかったりするかなと思うし、そう花火のレビューなんてないんじゃないの。強くてさ、いきます。あ、そう、そっちに立つのが正解。よいしょ。いやーやだ。どう、もうすごい、危ないよ。全部点火したら終わるじゃん。え、それはそれで一本になるの。一本になるよ。でも一本になっちゃうよ。70本ぐらいあんのに、なんかさ、シャーってかと思ったじゃん。バチ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 話したくなる。いや、もう行くだろ。そんな俺の指が危ない。わ、危ないわ。来た来た来た、早く。え、俺の熱っ。ねえねえ、はちょっと、早っ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、こうやつな。これがね、夏ってやつね。いいっしょ。まさかこれにをやる日が来ると思わなかったわ。あ、ちょっと早く早く。なに、危ねえやつやんなよ。テニスの王子さんの打った後の音ね、4つ上がっちゃってるこれ。あ、あとここにやってきたのね。いいね。ねえ、あ、これやっていい？これも思わなかった。あ、来た来た、ちょっと。あ、打ち上げた。すごいな、危ない。いいね。うるさ。これと同じ？違うんじゃね？違うんだ。お前マジ違うって。え？いや、いいけど、やってもいいとこだけど。なんで打ち上げたの？いや、こんなマジで？こんなマジで？こんな強いやつだと思わなかったんで。強い。なんでそんなことすんの？いや、だから。お前、ここいたし。見たかったから。危ないよ、こんなやったら。違う違う違う。え、どう考えても打ち上げだったじゃん。うん。ぜひ、皆さんも花火ね、安全にやってみてください。いや、楽しいね、なんかね。この年でも、やっぱ盛り上がる。この年で、二人で、ね、夜。夜。2時に。夜3時よ、もう夜3時にね、人が誰もいないところで打ち上げとか、打ち上げとかね。何打ち上げやってたかね。俺ら今何してんの。